皆さんこんにちは。モテ塾ときメモ4第9校始めていきたいと思います。今日が4月の4日ですね。カレンダーの方確認していくと、明日が始業式になってるので、2年生の始まりですね。で、第9校に来て、2年生が始まるってことは、そうすると3年間あるんで、全部で30回くらいかなというところなんで、まだ3分の1かっていうのはあるんですけれども、頑張っていきましょう。で、2年生に入ってからのデートのね、予定が全く入ってないんで、この前ね、かなり玉砕したんで、ちょっと電話をかけていきましょう。まずはさつき先輩。さつき先輩とね、竜光寺さんがね、手ごわいんですよ。あら、どうしたの？学校の用事かしら。いや、学校の用事ではありません。単刀直入デートに行きましょう。どうしようかな、どこ行こうかな。あ、コンサートとかね、調べてねえわ。どこだっけ、何やってんだっけ、コンサートとか、あと映画って。後で調べよう。美術館ね。美術館どう？よかったら今月の18日に美術館に行きませんか？そうね、その日の予定は大丈夫みたい。いいわよ。よーし、オッケー。それじゃあ当日ね。遅れずに来ます。それじゃあ。やった、とりあえず取り付けたぜ。で、あとは一旦保留しておくか。あ、そうだそうだ、メルマガを見よう。スタジアムはサッカー、コンサートは J-POP。 あ、 J-POP とかね、柳さん好きそうだけどね。メタルスネーク、アクション系か。お花見は終わって、ボーリングはもう始まってんのか。で、ナイトパレードで、バイオリズムがあんまりよろしくないので寝ておきましょう。今日から学校が始まるぞ。どうしようかな、運動でもしますか。今日から2年生だよ。俺たち今年も同じクラスだな。そうなんだ、よろしくな。ああ、二人ともよろしく。男子に関しては似たようなメンバーになったな。あ、今年も同じクラスになったね。なんか嬉しいな。そう、これ今回星川さんと同じクラスなんですけど、確かね、評価が一番高い女の子と一緒のクラスになるのかな。そして担任は俺だ。またお前か。全員席につけ。担任が変わらないってちょっとやだよね。せっかく2年生になったのに。柳さんに声をかけていきましょう。さて帰るか。あ、柳さんだ。一緒に帰ろうと誘う。柳さん。あ、翔くん。やっぱり行動力あるよな。今日も1日お疲れ。柳さんを見かけて一緒に帰ろうっていう誘うんだよ。すごくね。そんなんできないよ。柳さんと楽しく下校した。そりゃ楽しいよ。女の子と下校したことなんてないからね。さて、お昼お昼、今日は何を食べようかな。ん？あれは誰だろう。金髪の外国人、あんな子うちの学校にいたっけ。さっきからじっと私さ見てるようだけど、なんか用事さあるべか。やべえ、通報される。っていうかさ、じっと見られててさ、声かけないよね。うわ、何あいつじっと見てっけど、キモって言ってそのまま素通りだと思うんだけど。あ、いやごめん、見慣れない女の子だなって思って。おう、あたしまだ転校してきたばかりだから、見慣れねえのは当たり前だっちゃ。当たり前だっちゃって。ラムちゃんみたいな喋り方だね。そうだったんだ、通りで。ここで会ったのも何かの縁だっちゃ。自己紹介させてもらうべや。私の名前はエリサ・ドリトル・ナルセって言うっちゃ。あ、俺は三上翔。え、ほんと？いやー、たまげだ。天狗そうそう、有名人に会えるなんてついでっちゃ。有名人ってなんだ。マジあいつは女の子のストーカーばっかりしているみたいな。え、俺が有名人？んだ、文武両道で男の中の男、日本男児の鏡マジか。そんな噂があるんだ。そうだったのか、俺は知らないけど。よかった、本性を知られてなくて。いがったら私と友達になってけろ。私宮城から転校してきたばかりで、
まだあんまこの町さ詳しくねえんだっちゃ。あ、宮城の方の方便ですかね。宮城の人たちでダッチャーって言うの。いいだったらいろいろと教えてもらえると助かるっちゃ。まあ俺にできることだったらっていうかさ、こうじーっと女の子をさ見つめててさ、ね、友達になれるっていうのがさ本当すごいよ ね、ま、絶対気持ち悪くなるって終わりでしょ。金髪で方言を喋る女の子か、変わった子が転校してきたな。高校で転校生ってのも珍しいっすよね。さてと、次の授業が始まる時間だな。って、あれ？なんだこれ？知らないノートが机の中に入ってるぞ。俺のノートじゃない。まさかデスノートか。クラスの誰かが入れ間違えたのかな？誰のだろう？中を見たらわかるかな？パラ？ん？なになに？卵白、牛乳、薄力粉。渋い丸秀夫。だったっけ？最初の犠牲者。なんだろう？料理のレシピっぽいけど。うわ、すごいな。びっしり細かく何十ページも書かれているぞ。文字が小さくて可愛いな。女の子が書いたのかな？お、いかんいかん。あんまり見るのは良くないな。どうしようかな。で、これね、ちょっと隠しキャラクター的な存在なんですけれども、まあ、基本的にね、普通の女の子と違って、デートとかできないんで、まあ、これは、下でスルーします。上を選ぶと、そのまま進んでいくんですけど、まあ、先生に届けて、今回はちょっとスルーで行かせていただきます。そうだな、誰かの忘れ物かもしれないし、後で先生に渡しておこう。翔くん。お、どうした、星川さん。あ、星川さん。特技なんだけど、そろそろ見直した方がいいんじゃないかな。そうか、新学期の始まりだからね。じゃ、今年もやりますかなんてね。やりましょうやりましょう、よろしく頼むよ。今回は、ちょっと今実践している中でこれですね、感受性をちょっと外して、その代わりにどうやったかな、病弱か、一旦病弱を取って、まあもちろん病弱なんて実践しないです。これストレッチ術、休養時に体調が増えやすくなりますので、これを覚えましょう。で、実践すると、で、復帰術、一応これも覚えておいて、まあ先に備えるといったところですね。とりあえず今回はストレッチ術、これを覚えましたと。 OK。 お疲れ様、どう？うまくできた？うん、いい感じだね、大丈夫だと思うよ。そっか、それなら安心だね。高校生活も残り2年になっちゃったし、悔いのないよう頑張ろうね。うん、そうだね、今日はありがとう。いや、この時間もいいよね、二人っきりで特技を決めるって。どんな相談してるんだよっていう感じだけど、今日は休日か、ちょっと休日、あ、そう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 、そういえば女の子の情報を聞かなくては、宮子に電話して、エリサちゃんですね、エリサちゃん。あら、どうしたの？そうね、女の子の情報を知りたい。エリサ、ドリトルだったっけ、ナルセ。エリサ D ナルセ、12月15日生まれ、伊手座の B 型、剣道部、166センチ、金髪だけど日本生まれの日本育ち、仙台弁がキュートということで、仙台弁か、はい、これさ、声優さんも大変だよね、仙台弁なんてそうそうわからないっしょ。で、一応評価も聞いておきましょう。評価はね、やっぱり仙台弁の練習するのかね。星川さんはさすがだけどさ、他の人たちが大したことないよね。へえ、それなりに頑張ってるんだよね。まあね、知り合いはね、いっぱいできてるけどね。あとは大丈夫。また何か、で、早速誘いましょう、エリサちゃんを。電話して、転校してきてさ、わずか1週間でさ、男から電話がかかってくるって。マジこいつ何なんだって。なんじょしたべって言うんだ。まあ、多分どうしたのみたいな感じだと思うけど、じゃあゴールデンウィークにしましょう。ゴールデンウィークに最初はどこに行こうかね。まあ公園あたりがね、やっぱりね、無難なんですよね。大丈夫、その日は空いてっから。 OK、 じゃあ中央公園に行きましょう。わかった、よろしくな。遅れずに行くよ、それじゃあ。
よし、5月2日。あとは理系だな。理系と用紙がちょっと少ないのか。でも今日は休日だから休日に休んで、用紙か理系かって言ったら理系だな。ちょっと一番少ないんで。あ、そういえばもうすぐ龍光寺さんの誕生日じゃないか。何かプレゼントしようかな。うん、プレゼントしましょう。で、まあ、基本的にね、これ猫のぬいぐるみとか、まあ、龍光寺さんだけ見るとえ、こんなの欲しがるのっていう感じなんですけど、あのお金高いの買っとけば絶対大丈夫なんで。で、意外にね、龍光寺さんね、こういうの好きなんですよ。よくリサーチしてるよな。龍光寺さんと大して仲良くないでしょ。龍光寺さんを目の前にしてさ、こういう猫のぬいぐるみとか渡そうって思わないよね、何も知らないと。誕生日おめでとう、これプレゼントだよ。これは嬉しいな。ありがとう、大切にするよ。完璧なリサーチだな、本当に。そう、プレゼントといえば、今ちょっとクリスマス前ではあるんですけれども、彼女とのね、クリスマスデートは終わりました。俺はあの今年12月の24日土曜日なんですけど、これはさつき先輩だから美術館、普通にね仕事が入ってるんで前倒してクリスマスデートを終わらせました。で、一応ねディズニー平日に行ったんですけれども、まああのクリスマス時期でも平日だったらまあ割と空いてる方ですね、やっぱり。で、こいつらは相変わらず遅刻してくるんで。で、そうするとクリスマスプレゼントがあるじゃないですか、一応クリスマスデートなんで。で、まあなんかガルフレとかで言ったことあるのかな。基本的に俺ね聞くんすよ、あの何が欲しいって。そっちの方があの絶対外れないんで。ただね今回はね、あのサプライズがいいって言われて、あの選んでって言われたんすよ。マジかーって。この美術館常設展が充実してるんですよ。楽しみね、早く入りましょう。美術館とかマジ興味ないからね。ねえこの絵見て、なんて美しい風景なのかしら。写真の方がはっきりしてて好きだな。額面から空気が流れてくるようですね。輪郭がぼんやりしててモチーフを捉えにくい。これ真ん中だな。そんなこと全く思わないけどね。うん、素晴らしいわよね。力出まかせだからな。バッチリいい印象を与えたみたいだぞ。いい印象を与えるためには力出まかせも言うっていう。それじゃあまた。そうで、あのプレゼントの話なんですけど、プレゼントってそうすると相手のね好みをね把握してないといけないじゃないですか。まあね、それをね、まあ、期待はしてないけど楽しみにしてるっていう感じでしたね。まあ俺が選ぶものなんで、ほらあのおしゃれセンスとかはね全くないんで。で、今最高値か、どうしようかな。用紙に気を配るか。で、そうするとやっぱりね、そのあんまり変なものを選ぶと外れか大当たりかみたいなのはちょっとやらないんですよ。無難なものでいきますね、無難なもので。で、そうするとやっぱり女性なんで、まあアクセサリー系かなと。で、指輪とかはあのそもそもね指の大きさがわからないんで、一回電話して、柳さんデートに誘いましょう。ちょっとときメモの実況とデートの話がね混在しちゃって申し訳ないんですけど。で、柳さんは多分ね J-POP ね好きだと思うんですよね。5月のゴールデンウィーク最終日に誘う。コンサート、コンサート。J-POP を聞きに行きましょう。うん、いいよ。即答だな。はーい、了解です。まあ、とりあえず、あの、ネックレスを、あの、プレゼントしました。まあ、無難な感じですね。で、一応、あと、その、まあ、彼女は青が好きなんですけど、まあ、それはね、あの、把握してるんで、まあ、ちょっとね薄い青い感じのなんか石が入ってるネックレスみたいな、なんかそんな感じ。ネックレスっていうの、ペンダントっていうの、どっち。それすらわからん。ネックレスじゃなくてたペンダントか、ペンダントっすね。ネックレスは数珠みたいなやつ、数珠みたいなやつがネックレスだよね、そっちじゃなくて。ね、多分ペンダント。まあ俺がこう思い描いてるのと皆さんが思い描いているのはもしかしたら違うかもしれないですけど、そんな感じ。あのそれほどね俺おしゃれとかねわかんないんですよ。でもまああのかなり喜んではくれましたね。あのいらなかったら本当にあのいらないって言うからって言われてたんですけど、まあそれ言われたら本当にショックっすよね。
まあ普通に考えてそういうことはね言ってこないと思うんですけど、いらなくても。まあ無事あのプレゼントも渡し終えましたと。で、このねクリスマスにディズニーランドちょっと考えてる人いらっしゃったら、今ね土日祝ってクリスマス時期混むんで、日付指定券をね持ってないとねディズニー入れないです。そこだけはちょっと気をつけておいてください。ときめき通信、6月から8月が野球、ロック、イルカ、縁日、海、お、プールオープン、プール行きましょう、プール。って言ってもな、水着姿を見たいんだけど、水着姿はね、仲良くなってくるといい水着を着てきてくれるんですよ。そっちの方がいいっすよね、やっぱり。まあ、2、3回行けば別にいいんですけど、今回は1回縛りなんで。どっちだっけ成瀬さん、成瀬さんなの、エリサちゃんなの、どっちがいい。成瀬さんって言ってんない、成瀬さん遅いな。まあもう少し待ちましょう。いきなり遅刻か、初デートの遅刻か。まあ俺は初デートとかはね、まあ初デートだけじゃないですけど、もう絶対遅れないですから。ごめんな、許してけらい、許してけらいって言うんだ。ありがとな、そう言ってもらって嬉しいべや。よし、じゃあ行きましょう。だ、ね、二人で並木道を散歩しようか。いいね、鳥の声とか聞けてっちゃ。鳥の声とか全く聞かないね。緑の中を歩くのって楽しいじゃね。もうちょっとゆっくり歩かない？歩くのは苦手だな。うん、最高だね。これとりあえず相槌合わせとけばいい感じか。そうだっちゃね。よし、向こうまで走るっちゃ。結局走んの？バッチリいい印象を与えたみたいだぞ。いい印象を与えたのはいいけど さ、走るのはちょっと疲れるよね。いがったらまた連れてってけろ。約束してけさい。めっちゃ喜んでんな。んじゃ、また今度な。うん、また今度誘いますよ。またメールが来てるな。お疲れ様。今日はお疲れ様、楽しかったっちゃ。それじゃおやすみ。こういう一言メールもね、まあ豆な人はやった方がいいですね。豆な人が好きな女性じゃなくて、そういいのか。要は豆な方がいいっていう人はこういうね一言メールとかも入れておくのが、まあ男としてはポイントが高いですね。まあこれはね人によるんで、豆な人じゃなくてもいいっていうんだったら別にいいんですけど、こういうおはようメールとかお休みメールとかを欲しがる人もいるんで、そういう人はねちゃんと豆にメールを送ってあげましょう。まあ今 LINE だと思うけど。あ、柳さん結構混んでんね。ごめんね、待たせちゃった。いや、待ちきれなくて早めに来ちゃっただけだよ。本当なら嬉しいな。なるほど、そういうのもいいな。待ちきれなくて早く来たか、このフレーズちょっと使ってみよう、うん、今度。そろそろ時間みたいだね。そっか、じゃあ行こう。J-POP ライブは国内で人気のあるアーティストのヒットソングを楽しめるイベントだ。コンサートなんてこの前のガルフリしか行ったことないからね。これ何、普通に面白かったね、まあまあだったね、つまんなかったねってつまんなかったねって誘うなよって感じだけどね。まあ面白かったねでいいと思うんだけどね。うん、楽しかったよ。おお、バッチリいい印象。まあ、やっぱり J-POP 好きなんだよね。また行きたいな。おお、また行こう。てかまた来れないけどね。ごめんよ柳さん、またはね来れないんだよ。じゃあ今週はゴールデンウィークだったから木曜からスタートか。寝よう。体調がやばい。やっぱり体調管理が難しいね。で、さらに5月、もうデートの予定が入ってないから、龍浩二さんに電話しますか。よ、何か用か。これはね、女の子をねほったらかしにするとなんか女の子怒っちゃうんですよ。なんでまあちょいちょい、まあそこまで頻繁にじゃなくてはいいんですけど、ちょいちょいねデートにね誘ってあげないといけないっていう。龍浩二さんどうしようかな。龍浩二さん J-POP っていうよりはロックとかの方が好きそうだよね。
アクション系メタルスネークか。映画か。映画誘ってみようかな。23日の映画館に行かない。その日は無理だな。おお。手強い、一番手強いな今のところ。じゃあどうしようかな。護道さん誘いますか。で、護道さんはどうしようかな。中央公園河川敷図書館に行ったのか。これから本読もうかなって思ってたんだけど。23日、中央公園行った、河川敷図書館行った。じゃあそろそろ別にショッピングとかだったらいいでしょう。その日は、空いてるみたい。いいわよ。もう4回目のデートだからね。じゃあ23日ショッピング街。うん、わかった。じゃあ当日ね。これは絶対払わない罰金ね、本人は。でも今回はあれか、予定入ってないから遅刻はしないっすね。寝て、でそこからちょっと文系を伸ばしていきましょう。お父さん、あ、間に合わなかった。今寒いんでね、こたつに手突っ込みながらやってるんで。5月16日の日曜日、ここも寝ておきましょう。もう休日デートがない日は常に寝てるな。今週寝るか。あれ、これは成瀬さんに声をかけよう。護道さんか成瀬さんかって言ったら俺は成瀬さんだね。一緒に帰りましょう。成瀬さーん。あ、今頃帰りだべが。よかったら一緒に帰らない？そうだっちゃね。それじゃあ一緒に帰ろう。もうすぐ体育祭だっちゃね。お、そうか、そうだね。日頃の修行の成果を見せサイン。どちらがクラスに貢献できるか勝負だっちゃ。そうか、成瀬さんでも剣道部だからね、運動はできそうだな。体育祭楽しみだっちゃね。燃えてるな。よし頑張ろう。運動をじゃあ鍛えておくか。あ、バイオリズムがちょっと最悪になっちゃって、まああんまりに戻ったけど、また来週は寝るか。まあデートもあるし。それじゃあショッピング街で護道さんを待とう。護道さんまだ来てないみたいだ。あれ、早いじゃん。ふんふんふん、俺は基本的に人より早く来るのだよ。もしかして待たせちゃった？ごめんね。お、でもちゃんと謝ってくるね。ならいいんだけど、変に気使ってない？そんなことないよ。そっか、じゃあ行きますか。行きましょう行きましょう。ショッピング街って一言で言っても結構広いしね。今日はどこ行く？そうだな、ん？お、あの店は、なんだ、じゃあジャンク屋ではないか。こんな店がこんなところにあったとは。どうしたの？なんかあった？いや、なんでもないよ。すっごく行ってみたいが、どうしよう。絶対護道さんジャンク屋なんて行かないからね、ぶち切れそうだし。まあここは雑貨屋にしましょう。いいわよ。混んでるわね。あー、人がいっぱいいるのか。人がいるところはあんまり好きそうじゃないからね。じゃあやめようかって。可愛い女の子ばっかりだねって。可愛い小物がいっぱいあるみたいだしね。ここでいいんじゃない？そうね、女の子に人気あるみたいね。割といい印象を与えたみたいだぞ。そうか、お前の目はそう見えるか。今日は楽しかったな。まあでも楽しんでくれたんだから、またどこか連れてってね。よしとしましょう。期待してるから。あんまり期待されてもね。じゃあバイバイ、またね。こうデートプランをね考えるのもね、ほんと難しいんですよね。もうそういうのさっぱりわかんないんで。じゃあ今は寝ておきましょう。これはストレッチ術の上級バージョンが欲しいな。で、6月デートが入ってないはずなんで、デートを入れていきますか。電話で、龍子おじさんをもう一回誘うか。そうすると、よ、何か用か。
毎回毎回断られて毎回毎回電話するってタフだよな。やっぱりね、精神力もねタフじゃないとダメっすよね。で、ロックになるはずなんで、ロックはいいでしょう。コンサート会場行きましょう。そうだな、オッケー、問題ないよ。おお、さすがだ。っていうかコンサート会場に誘うのもね、多少遅れるかもしれないけどさ。何回目だっけ、2回目とかだよね、ゆうこじさんとのデートって。まあ趣味が合えば行ってもいいとは思うんですけどね。一応ね、ガルフレのコンサート今度一緒に行こうって彼女には言われてるんで、あの彼女も結構オタク系の彼女なんで、あのゲームとか普通にやりますね。てか俺の実況もね普通に見てるんで、ちなみにときメモとかもね普通に見てます。だからこれもね多分見られます、アップすると。まあ別にそれは全然いいんですけど、もうそういうことやってるって知ってるんで。じゃあ今日は寝ましょうと。だからね、行動パターンとかがね、もう読まれるんすよね。ここはこういうのを買うとか、こういうところに行くっていうのを、知ってるんで、ああ、そうだよね、みたいな。ああ、ここはあれね、みたいな。そこが若干、まあ、あれですけれども、まあ全然いいんで。じゃあ、容姿を鍛えましょう、容姿を。あ、そういえばもうすぐ星川さんの誕生日じゃないか。よし、星川さんは気合い入れよう。ガールズポップの DVD15 リッチ。おー、これ殺人コアラの置物ってあるんですけど、これ別に普通にね、喜ばれます。でもまあ、ガールズポップの DVD 好きなのかってことは、さっきの J-POP 星川さんも誘えるな。お小遣いは23リッチと。星川さんを探してプレゼントを渡そう。お、いたいた。星川さん、誕生日おめでとう。これプレゼントだよ。わあ、本当に嬉しいな。開けてもいい？うん、どうぞ。もらっていいの？わあ、これ欲しかったの。大事にするね。本当にありがとう。めっちゃ喜んでんな。そんなに喜んでくれるなんて、プレゼントしてよかったな。やっぱりプレゼント作戦は重要だな。ちょっと次会うときプレゼント作戦を少し実行しますか。最初の方はね、割と何かしらの手土産をね持ってったりするんですけど、若干サボりつつあるんで、ちょっと初心に帰るっていう意味でどうしようかな。綱引きがね一番楽なんですけど、これは 100m 走で行こう。お前も 100m 走に出るのか。目標はこいつに勝つことだ。ちなみにね、ただしね、めっちゃ速いっすね。手は抜かないからな。たかが体育祭って言ってくるからね。でね、ただしをね追い抜くと、ただしがね猛ダッシュしてくるんですよ。 100m 走だよ。まあ、これは連打しろっていう、それだけ。でも2回フライングするとギリギリのところでただしを抜くっていう、これがねポイントなんですよ。いちいちそんなこと気にしてられっかっていうのがあるんですけどね。実際に走ると、あ、しまった。フライングしちゃったよ。位置について、よーい、はっ、はやー、うおー、ってかめっちゃ速い。一回も追い抜けねえわ。まあでも2位は2位だな。総合12位か。でも速い方だよね、今までの歴代のまだまだ得点入りが入ってますね。まあ、ときメモ1とかの、ね、名前も入ってるんですよ。まあ分かる人は分かると思います。もう少し運動した方がいいぞって。こっからさらに運動するのか。お疲れ様でした。来年はもっと頑張ってね。君ならもっと上を狙えるよ。ちくしょう、まあまあってところかな。まあしょうがない、ただしが相手ではしょうがない。じゃあ次は龍浩二さんとコンサート会場か。というところで、じゃあ今回のモテ塾これにて終了いたしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の講義でお会いいたしましょう。